4番は、ちょっと声入ってますかね、かなりあの風がね強いんですよ、これ台風の多分余波だと思うんですけど、かなり海風が強いということでございまして、まあ、今日ね本当にエアコンいらないぐらい涼しい風がまあ吹いている、まあ、南の島沖縄北谷町のデポアイランドの海沿いの、はい、テーブルから私をお送りしております。デポアイランドっていうとね皆さんも行ったことあると思うんですけど、すごい派手派手なところでございまして、普段だったら人がいっぱいいるんですよね、まあ、ところが見ての通り全然人がおりません。はい、こういう感じ。まあ私にとっては人がいない方がいいんですけど、開いてるお店もねほとんどないということでありまして、まさにこのねチャイナウイルス、まあ、自粛で、本当に飲食店がねもう壊滅状態だっていうのが、まあ、これでわかるんじゃないかと思います。まあ、飲食店が開いてないんでね、誰も来ないという感じでございますかね。さてさて、私どこも開いてないんでね、今日ははいこれでございます。はい、ウィルキンソンの、炭酸のマスカットをね近くのコンビニの方で買ってきたんですけど、もう不思議なことにマスカットの匂いは全然しないという、本当にとんでもない状態になっております。いや、匂いがしないっていうのはやっぱりちょっと辛いですよね。まあ、焼き鳥の匂い、それからドーナツの匂い、大好きなコーヒーの匂い、ブランディの匂い、島酒の匂い、全然わかりません。唯一わかる匂いはですね、メントール、メントールは鼻からね思いっきり吸い込むと、ようやく、はい、発火の匂いはしますけど、それ以外は全然わからないということでございます。さてね、先ほど、一人の、女性が近づいてきまして、怪しいものじゃございませんと、あなたのために祈りを、捧げさせていただけませんかっていうことでね、近づいてきたんですけど、まあ、まあ見るからにちょっとね来てますという雰囲気だったんで、申し訳ありませんがそのお気持ちだけいただきます、感謝しますということで、まあ、丁寧に、お断りを、申し上げた次第で、ございます。はい、しかしね、どんなんですか、声どうにか入ってます？マスクもしてねかなり近づいてるんで声はどうにか入ってるかなと思うんですけど、風の音もすごいじゃないですか。あ、駐車から声は大丈夫ということでね。はい、実はここ昼間はね結構観光客いっぱいいるんですよ。北谷町の、ここはデポアイランドというところで、ここから道を一つねまた向こうに行きますとアメリカンビレッジっていうのがあります。でまたこの、北側にはまた新しい、ショッピングモールができておりまして、本来であれば観光客があふれているはずなんですよね。さて今日はもう台風一過ということでございまして、はい、なんとなく、はい、月も出ております。月は出ているんですけど波ちょっと結構荒いですね。まあ被るほどではありません。しかしこんな広いね海沿いのテラス誰もいないんですよ。本当に誰もいない、マジですよ。本当にここ座ってるの自分一人しかいないんですよ。はい、ビーマーさんから怪しい幼女に、モテるボギーさんということで、いや、やはりただでさえ人がいないからターゲットにされやすいのかななんてね思ったりもしております。コシさんどうもいつも、はい、クラッカーありがとうございます。まあ、ここね本当テクテク歩いて皆さんに中もね、ご紹介できたらと思うんですけど、電波が切れたら、
ごめんなさいということでございます。しかしこの沖縄のね緊急事態宣言、まあ、解除されることなくどん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 伸びているんですが、ただね最近いわゆる陽性者数っていうのがどんどんやっぱり減っちゃってきております。ね、本当に毎日毎日減ってるんですよ。それ見ると、もしかするとやはり、ワクチンも効果があったんじゃないかというふうにね思ったりもします。しかし本当に誰もいないですよ、はい、いやマジに誰もいない。普段だったらこういうとこに座ってね、みんなで飲み物なんか飲んでいるんですけれど、ここもね自分の行きつけの実はコーヒーショップがあります。ちょっとテクテク歩いてみたいと思いますけど、自分のね大好きなコーヒーショップがあって、ここでいつもコーヒーを飲むんですよ。ここ2つ行きつけがあって、1つはクライマックスコーヒーさん、もう1つはね目の前で、はい、引き立てのやつを入れてくれるお店が実はありましてね、この看板がまた非常におしゃれなんですよ。通るとすぐ目立つ看板なんですけど、非常にシンプルでいい感じなんですよね。はい、直子さんどうもこんばんは、んこでございます。今日は一番の沖縄のね一番やはりおしゃれな町と言われている、北谷町美浜にありますデポアイランドの方にねちょっとお伺いをしております。はい、ここは私の大好きな、コーヒーショップなんですが、やはり、閉まっちゃってますね。ですからコーヒーもまあ飲みに行けないという感じでございまして、あ、さき店長どうもこんばんはんこでございます。まあ、さき店長沖縄に来た時にはここに来ると思いますけど、かなり人がいっぱいでね賑やかなところなんですけどね、でも本当に人がいないです。まあ、全くいないっていうわけでもないんですが、いつものそうですね、20分の1、30分の1ですか。あ、はい、歩いてる方がいます。ちょっとインタビューしてみましょうかね。インタビュー、もしもし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 、インタビュー試みたんですけど、なんか嫌われてるようでございまして、どん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 離れていきますね。嫌われたんですかね。はい、そしてこれがパームツリーですね。根元の葉の根元にね大きなトゲがあるタイプのパームツリーで、結構これ痛いです。痛いんですけど、なんかいかにも南国っていう感じですよね。はい、普段だとここいろんなお店があってね、こっちにも、イタリアンのお店、ここのね料理も非常に美味しいんですけど、閉まっちゃってます。オープンしてる時にはここに大きなイタリアのね国旗が、掲げられております。しかし本当にどこも開いていないということでございまして、いやーこれってね本当に観光客来ないとこれ赤字じゃないのかなってね思ったりもしております。はい、ここにも、ここ私のねちょくちょく行くクライマックスコーヒーさん、そうですね、さっきのにゃんこはチュールでちょっとね釣ってもよかったかななんて思うんですけど、いやーしかし美浜がこんなにね、あ、いました、いましたよ。さあ、やっぱりちょっと恥ずかしがってるような恥ずかしがってるようですね。はい、ぬこ様は恥ずかしがり屋ということでございまして、はい、もう
いつの間にか姿が見えなくなっております。はい、さて普段だったら人がいっぱいね行き交う、このデポアイランドの中も全く人が見当たりません。不思議なぐらいいないですよ。ほら、でここはね結構飲食店いっぱいあるんですよ。こういう感じで、まあ、ここでね私が一番気に入ってるのはあのカリフキッチンさんっていうところがあってね、そこ非常にあの料理がうまいんですよ。はい、カリフキッチンさん、沖縄に来た時にぜひ訪ねてってほしいんですが、このデポアイランドの一つの特徴として年がら年中クリスマス、はい、年がら年中クリスマスでございます。どこ行っても、はい、どこに行ってもやっぱりあのクリスマスっていう感じでね。いやー今9月なんですけどね、本当に気分は12月っていう感じでございます。しかし本当に誰もいないんですけど、はい、これが今の沖縄の現状ですよね。まあ最近からね、今週からですか、沖縄の一番の流通業の三栄さんが土日のねあの専門店の営業を始めるということでニュースになっていました。まあこの自粛でね、まあ、県の言うことを聞いてても全然保証もしてくれないし、このままじゃやっていけないっていうのが多分あったんだというふうに思います。今の海の方から道路の方にちょっと出てきました。ここもねちょっと皆さんに見せたいところなんですけど、こんな感じですよ。どうですか、映ってますか、映ってますかね。あ、映ってるってこと、ハチさんありがとうございます。どうですか皆さん、人は全くいないのにイルミネーションだけは、高校とねこうしてまあ輝いているという感じでございまして、なんかそれがさらにねなんか寂しさを加速させるようなそんな気がします。まあ、この中にはあのクリスマスのねアイテム専門のお店もありまして、非常にはいおしゃれなクリスマス用品がたくさんあったりするんですよね。いやしかしはい、皆さんどうも申し訳ございません。思いっきり電波が切れてしまったようでございますね。まあ、こういったあのアイテムっていうのは本当にファンの方にとってはたまらないもんかななんて思ったりもするんですけどね。はい、ベティちゃんもございます。中に奥にあるのはまたこれ何でしょうかね、非常にごっついものがありますけど、あ、椅子にはなんと、そしてなんとあの HK 仮面さんもいますね。はい、HK 仮面さんもおります。いやしかしね本当にちょっと電波悪いです。まあ悪いんだけど、夜のねちょっとチャタンの、デポアイランドのお散歩っていうことでねちょっと皆さんに、お見せしてますけど、いやでもこれねいつまでこんなことが
はい、いつまでこんなことが続くのかなってちょっとねやっぱり心配になっちゃいますね。まあこういったパンフレットも全然減っていないっていうことは、もらう人もいないっていうことなんでしょうね。そうですね、森の都さん、やはり飲食店が中心ですよ、ここは、ね、飲食店がたくさん本当はあって、それ目当ての人たちがいっぱい来るはずなんですけどね。もう看板も本当にアメリカンな看板だらけでございまして、通りを覗くと誰もいない、誰もいないです。はい、そしてこっちはあのバームクーヘンの、ね、有名なお店でございまして、はい、奥には、ね、バームクーヘン焼く機械があります、ここのバームクーヘンね、あの何度も食べてますけど本当に美味しいんですよ。沖縄来た時ぜひこっちでバームクーヘン食べていただきたいなというふうに思っております。焼きたてのね本当に美味しいバームクーヘン売ってますんで。いやしかし私食べ物の話ばっかりですよね、はい、しかし見ての通り本当に誰もいないです。もう沖縄っていうねこの島いかにも観光客に頼りきりなのかななんて思いますけど、でもここね地元の子たちも結構多いところなんですよ。地元の子もね、でも昨今のこのチャイナウイルス騒動で地元のね子たちもあまり外出しなくなったのかな、ほとんど、まあ、来なくなったんじゃないかというふうに思ってますけどね。まあそれでもこういうふうにネオンをね灯し続けている、まあ、お店っていうのが非常に私ねなんか物悲しい気がいたします。はい、普段はねだいたい夜の10時ぐらいまでは空いてます。10時ぐらい、まあ、遅いところはね1時まで空いてます。1時。しかしテクテク歩き回るとさすがにねちょっとこんだけでもあの息切れするようになっちゃったのが非常に、はい、お恥ずかしいという。はい、皆さんご迷惑おかけしました。やっぱりね沖縄って非常にこういったの Wi-Fi 環境っていうのは良くない、良くないです、全然良くないです。ちょこちょこ歩いただけですぐ切れちゃうんですよね、はい、今はどうにかつながってると思いますけどまた切れたら本当に申し訳ございません。非常にダイナミックな看板、はい、いい感じですよね。まあ、ここは多分お店は開いているんだと思います、はい、11時か27時、いいですね。こういったお店でちょっとのんびりできたらいいかななんて思いますけど、あワッフルのお店ですね。マーズっていうのは火星ですね、はい、火星という意味のお店で、なんか中もちょっと、はい、コスモっぽいような感じでございました。さて屋根もこういう感じですね。ちゅうさんワッフル好きですか？ワッフル、ここもちょっと閉まっちゃっているんですけど、運動というようなものが上から見下ろしているところでございましてね、はい、見ての通り、
これもそうですね。はい、これもそうですね。はい、ということで、まあ、いかにやっぱり体力系のお客様当てにしてるかっていうのはこれで、まあ、分かっちゃうかななんて思います。ここはまた、はい、皆様またまた切れてしまいまして誠に申し訳ございません。もうね、本当に観光立県と言っておきながら、あの無料の Wi-Fi も有料のやつもブチブチ切れるんですよ、ね。まあ、こういったところもう少しね、本当にこういったところをやっぱり改善すべき点じゃないかななんてね、あの思います。はい、もうね、まあ無料の公衆 Wi-Fi が切れるのは仕方ないと思うんですよ。でもね、高い金払って使ってる有料の Wi-Fi まで切れますから、これって一体どうなんだろうなんてね、思ってしまうんですよね。はい、肝心な時に役に立たないっていうのが結構あります。まあそういったね、環境整備っていうのがやっぱり後回しになってるのにもかかわらず、まあそれで観光立県なんて本当に言えるのかななんてね、私思っております。まあ、こういったね、今観光客あまり来れない、まあ来ない時に、そういった沖縄観光の問題点っていうのを一つ一つやっぱりピックアップをして、それをね、改善していく必要があるんじゃないですかね。あのブルーなんとかプロジェクトみたいに、まあ、来る観光客にね、あのメリットを付与するっていうのもいいかもしれませんが、まあ、実際にこの沖縄の、平和記念公園なども Wi-Fi つながりませんし、そういったね、観光地ですらやっぱりつながらないところがたくさんある。まあ来ることだけをね、入域観光客数だけをね、一生懸命増やそうとしても、その受け入れるキャパシティがどうにもなっていない部分をね、こういった時にこそ私はぜひ、観光が戻った時のために今こそ整備すべきだと思うんですが、今の沖縄県政、残念なことに、まあ、やっているのは、半基地ばっかりですよね。また辺野古のことでなんやかんや、また国と揉めそうな感じがしていますけど、今それやってる場合かななんてね、私思ったりもするんですよ。まあ、それとあと、この沖縄観光、沖縄をね、やっぱり沖縄の沖縄の自然とね、サービスをね、やっぱり安売りしてる部分があるんですよ、少しでもやっぱり観光客を引き入れようということで、沖縄の自然、そして沖縄の人たち、そしてサービスをね、安売りをすると、まあそういったことがずっと続いてきて、まあ、達成した入域観光客1000万人でも、これからの沖縄観光っていうのはそういった数を誇るのではなく、中身ですね、はい、例えば半島から来てね、もう本当に全然お金使わないような、そういった観光客を呼び込むのではなくって、やはり質の高い観光客、そして、何があってもやっぱりね、来てくれる、国内のね、あの熱烈な沖縄病患者リピーターの方々をどうやはりつなぎ止めるかっていうことをね、あの一生懸命やってくれたらななんてね、私思います。まあでも今の沖縄県政にそれをね、期待するのは多分できないじゃないですかね。はい、もう半基地のことだったらもう一生懸命ですよ、ね、辺野古、あらゆる手段を用いて埋め立てをね、させないということを言ってますけど、今こそあらゆる手段をね、講じて、足腰の強い沖縄経済の基盤をね、作り上げていく時ではないですかね。私はそういうふうに思っております。まあでも来年ね、県知事選挙が来ますが、まあ、そのためには沖縄の保守をね、どうにか一本化しないといけないと思います。
しかし先日ね、集まった県知事選挙に対して向けての保守合同の会があったんですが、あれにやはり現職の自民党議員なんかはほとんど参加していません。なぜなら、このね保守合同の会が、下地幹郎さんの副党に使われるんじゃないかという危惧をねやっぱりやっているんですよ。私も実際そういうふうに思います。まあそういうふうにね、保守の一本化といって、そこで下地幹郎さんの副党をねメインに据え付けられたら困るということで、ほとんどの政治家が参加していないっていうのは、やはりね運営の方はそこのとこきちんと考えた方がいいんじゃないですかね。はい、ジッシーさんこんばんは、んこでございます。今日はもう人気のない、北谷町美浜、はい、北谷町美浜の様子をねお送りしながら、沖縄観光の現状をね皆様にお見せしております。こうして歩いてても本当に誰もいない、ほとんど人がいない。これが沖縄で一番有名な観光地ですよ。それも時間はそんなに遅くありません。それなのに人がほとんどいないというこの現状をね、皆さんにもやっぱりちょっと見てもらいたいなと思いました。まあ、今沖縄ではどん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 飲食店がね潰れています。閉まってくお店多いんですよ。まあ行き慣れたお店もね、今日行ったらなんとランチをね中止していました。ずっとね美味しい料理食べさせてくれたお店だったんですけど、北谷町の、ポコアポコといって、中佐もね一緒に行ったことあると思いますけど、あそこが長くやってたランチ等々中止して、います。まあそういった風に厳しい状況の中ですね、まあ頑張ってるところがありますけど、そういったところはできるだけねやはり応援していけたらななんて思っております。まあ、ぜひね皆さん、このチャイナウイルスが落ち着いた時には、この、はい、きらびやかな北谷町美浜のアメリカンビレッジ、そしてデポアイランド、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。まあ今日回ったらね、ずっと閉まってるお店もあって非常に悲しい思いをしましたけどね、まあでも悲しんでばかりじゃいられないので、これからできる限りの協力をしていきたいなと思っております。はい、ということで、今日のボギーチャンネル、北谷町のデポアイランドを、散策しながらの、沖縄観光についていろいろお話をさせていただきました。ということでね、今日のお出かけボギーチャンネルいかがだったでしょうかね。はい、本当に皆さんお久しぶりでございます。サクナとかねそういったのでよく会うと思うんですけど、なかなかねこうして生中継っていうのをやらなかったですから、これからね時々こういう感じでどん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 皆さんにね沖縄の風景とかご紹介していければなというふうにね思っております。本当に私元気でございますよ。はい、こういう感じで、はい、もう息が苦しいプラスマスクしてるんでちょっとヒーヒーしてますけど、今日もね、皆さんに普段お見せできないこの沖縄の様子、はい、こういったところをね紹介できてよかったかなというふうに思っております。ということで、今夜の放送、これにて終了させていただきます。皆さん今夜もありがとうございました。